こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。国家債務が雪だるま式に増えて歴代最高を記録し、相次ぐ補正予算で借金大国となっている韓国ですが、利子だけで23兆を超えたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。国民の税金で返済しなければならない赤字性国家債務が来年700兆ウォンを突破する見通しだ。利子費用は23兆ウォンに達するものと予想される。政府の2022から2026年国家債務管理計画によると、赤字性債務は昨年597兆5000億ウォンから今年2次補正予算基準で678兆2000億ウォンに増加し、来年は721兆5000億ウォンに増える。国家債務は大きく赤字性債務と金融性債務に分けられる。赤字性債務は対応する資産がなかったり不足して国民に徴収する租税などを財源にして償還しなければならない債務だ。金融性債務は外貨資産、外国為替並行基金、融資金、国民住宅基金など対応資産があり、追加的な財源を調達しなくても自主返済できる債務だ。赤字性債務は来年初めて700兆ウォンを超えた後、2024年768兆5000億ウォン、2025年816兆5000億ウォン、2026年866兆1000億ウォン水準に次第に増えるものと推算される。金融性債務は昨年373兆2000億ウォン、今年390兆6000億ウォン、来年413兆3000億ウォン、2024年432兆7000億ウォン、2025年455兆4000億ウォン、2026年477兆7000億ウォンに増加する。ただ赤字性債務の割合が増えるだけに、金融性債務の割合は昨年 38.4%、 今年 36.5%、 来年 36.4%、 2024年 36.0%、 2025年 35.8%、2026年 35.5% へと徐々に低くなる見通しだ。赤字性債務が増加し、関連利子支出費用も増えるものとみられる。利子支出総額は今年18兆9082億ウォンから来年22兆9130億ウォンに増える。2024年には25兆7705億ウォン、2025年28兆5255億ウォン、2026年30兆8753億ウォンの利子支出が発生するものと予想される。それではネットの反応です。ムンジェイおよびその追従者の全財産を差し押さえて返せ。最悪の文政権が5年間想像を絶する国家債務168兆8000億を後世に譲り渡し、悠々自適に暮らしている。今後国民は血と涙の出る苦痛を経験しなければならないだろう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。